遍照院は、秋田県大館四条町にある真言宗智山派の寺院。3号は、硫黄山、次号は、長久寺。本尊は、不動明王。慶長5年に、木場義清の父、木場吉宗が、日立国の小田城城主となったが、小田城近くに、遍照院長久寺があり、関ヶ原の戦いの後、佐竹氏が日立国より秋田に転封した際に、随伴した木場義清に従って、長久寺も秋田の手形東新町の六、友屋敷に一緒に秋田入りしたとされる。慶長15年に木場義清が久保田藩大館城の初代城代となり、それに伴って大館城の東に新たに遍照院が建立された。当初の本尊は薬師如来であったが、戊辰戦争の折に盛岡藩によって大館城が落城すると同時に、当時の道具や本尊もその時に消失しており、以来本尊を不動明王としている。なお、日立国の遍照院長久寺は、南北朝時代の始徳3年木場大井の女吉見の開基とし、日立国佐竹郡木場に創建され、慶長3年に小田城に移転して、現在も真言宗と与山派の寺として、小田城市の北西茨城県つくば市小田2716地図に現存している。かつては5月15日に行われていた。ありがとうございます。